今晩帰ったら少し話せる？なんでわざわざそんなこと聞くの？はじめまして、高月と言います。奥様にはいつもお世話になっています。そう、音音、妻を亡くし喪失を抱えて生きる男と、すごくいいドライバーです。よろしくお願いします。ある過去を持つドライバーの女。私はあの車が好きです。とても大事にされているのが分かるので。少しお話できませんか？もしよかったら僕に音さんのこと何か話してくれませんか？音が死んだ日、もしほんの少しでも早く帰っていたら。ごまかさないでください。嘘を言っているようには聞こえませんでした。それが真実かどうかは分からないけど。妻の秘密をたどる果てに見つけたものとは。ドライブ・マイ・カー。